誰かの生きがいになれるって本当に幸せなんだなって、なんかジェットコースターみたいに自分の感情は毎日変わっちゃって、すごい楽しかったのにすごいいきなり悲しくなっちゃったり、そういう日々なんですけど、やっぱずっと心のどっかでなんか一つ安定して安心できるのはファンの方々のおかげっていうか、この人たちがいるから自分がジェットコースターみたいな人でも安心して表現に移し込める、そんな気はしますね。何かしたいことありませんかっていう、本当何でもいいですよっていう優しいあのお話をいただいたんで、最近作ってる曲があるんですって言って、雑巾毒っていう曲で、こちらを何か展開一緒にしていただけたらいいですねみたいな話をしていく中で、こういう感じになりました。雑巾かぶった犬の絵を描いて見せてみたら、こう皆さんが可愛いですねなんて言ってくださったので、皆さんも気に入っていただいてるんだったらもうこれがいいなと、はい、動かなきゃ始まんないよっていうことですかね。その場で寂しがってても意味がないし、愛を教えてくれないかって、同じ場所で吠えてたって誰も来てくれないから、やっぱ雑巾とか旅に出るんですよ、自分の、 あの飼い主を探しに行く旅に。雑巾とか飼い主を探しに行かずにずっとゴミ箱で寝たら本当に雑巾かぶって死んだ犬になっちゃう。旅に出るから、そこでの出会いでゴトキングにも会えて幸せになるかもしれない。やっぱ人間も一緒かなって、その同じ場所でずっと泣いてたって何も変わんない、うん、希望も絶望も味わえないと思うんで、みんな苦しくなったらとりあえず旅に出ようよみたいな、そういう気持ちで歌ったり漫画をやったりしてますかね。私も最近、まあ、もう本当つらみたいなことがあったんですけど、その時に新潟でソロ公演があって、もう明日歌えないよみたいなぐらいちょっと落ち込んでたんですけど、いざステージに上がってみると、自分のこう生きがいはここにあるんだっていうか、すごい辛い気持ちも表現にしていけば歌は歌えるんだと思ったり、うん、表現に昇華していく、歌で発散するみたいな、確かにそういうのは雑巾毒と似てるかなって思います。ファーストアルバムは私小説みたいな感じで、自分が今まで生きてきた中での、まあ、劣等感とか幸せな気持ちとか、人がいなくなって悲しい失望感とか、本当いろんな気持ちを音楽に乗せて歌ったりしたんですけど、もうそこで暗がりにいるのは飽きたっていうか、病んでんのに飽きて、一回落ちたら上がるしかないじゃんって思ったんで、ファーストでは使ってこなかった生き抜こうっていう言葉だったり、うん、愛はここにあるとか、ちょっとこう前向きな歌詞が多くなったりはしましたかね。うん、あのコロナ、あんまないですかね。なんかこう、まあそれは考え出したらコロナに影響されてるねとかはいくらでも思い当たることはありますけど、それを言い訳にして音楽がこうなったとかはあんまないですかね。それに関してはもうずっと沼っていうか、全然ずっと答えは出ないまま、もう探って探って音楽をやっているんで、探るっていうかその日寄らず飛び込みすぎてずっと沼に飛び込んでる感じっていうか、答えが出ないですね。なんかこうずっと生きがいとか居場所をずっと音楽で探し続けているのがソロっていう感じ。ビッシュはどっちかっていうとサウンドプロデューサーの方が松隈健太さんがいてくださって、渡辺さんとか、まあ、ABEX の人たちがこういうビッシュにしていこうみたいな方向を決めてくれる、そこに対して自分は振り付けをしたり歌詞を書いたりする、一生懸命頑張ればなんとかいけるんですけど、ソロはもう誰も何もこう舵を切る人がいないんで、そういう意味でずっと模索してますね。
かアイドルってクラスで例えばこうプリント配るときに後ろ向くのが楽しみになるぐらい可愛い子っていうか、あ今日も可愛いなみたいな、そういう人が自分にとったらマドンナアイドルみたいなイメージがあったんで、こう私は程遠いっていうか、逆に私はプリント配られるたびに今日もおもろい顔してんなって言われる女子だったんで、うん、だからこう例えばですけど今アイドルだって思われてることに関してはすごく嬉しい、そういう存在に一歩近づけてんのかな、それは顔面じゃなくてもどのジャンルでもこう例えば歌でもいいし、どっかを受け入れてくれてそれを好きだって言ってくれて、しかもアイドルだって言ってくれるって私は本当すごい嬉しい、うん、し逆にその、まあ、アーティストっていうか自分で振り付け作ったり作詞作曲してることに関してそれをこう表現者だって扱ってくれるのも本当に嬉しい、それが生きがいなんで、どっちでも嬉しい、うん、ですかね。正直あんまこうやって口にしたことはないですけど、ふつふつと感じることはありますね、うん、でもどっちかっていうと私はビッシュは例えばみんなが何かこうしくじったとしてもそれでもやっぱ すごい好き、メンバーのことはすごい好きですし、何があっても大丈夫って思ってます、うん。